大法律令は701年に制定された日本の律令である。律6巻、令11巻の全17巻、等の律令を参考にしたと考えられている。大法律令は日本史上初めて律と令が揃って成立した本格的な律令である。史料上はあくまで、心令、心律と呼ばれ、当時、大法律令という名称があったわけではない。 大法律令に至る律令編纂の期限は681年まで遡る。同年、天武天皇により律令制定を命ずる御事の折が発令され、天武没後の689年に飛鳥カ清見原の令が反復、制定された。ただし、この令は先駆的な律令法であり、律を伴っておらず、また、日本の国情に適合しない部分も多くあった。その後も、 律量編算の作業が続けられ、特に日本の国上へいかに適合させるかが大きな課題とされていた。そして700年に例がほぼ完成し、残った律の条文作成が行われ、701年大法律量として完成した。日本の律量制度で律と例が同時に制定直後に実施されたのは大法律量を置いて他に例がない。 大法令11巻と大法律六巻の律令選定に携わったのは、行部新納、藤原富人、淡田正人、下付の小丸らである。大法律令を全国一致律に施行するため、同年、朝廷は、病望博士を再海道以外の六道に派遣して、新令を抗議させた。翌702年、文武天皇は、大法律を諸国へ反復し、10月14日には、 大法律令を諸国に反布した。大法律令の施行は、660年代のくだら、復興戦争での敗戦以降、積み重ねられてきた古代国家建設事業が一つの到達点に至ったことを表す、古代史上の画期的な事件であった。大法律令において、初めて日本の国号が定められたとする説もある。また、成立17年後となる養老2年、岩礁天皇が、 藤原不人に大法律量の補足と再建を命じたことが、養老律量成立へとつながった。しかし、養老律量は直ちに施行されなかったため、天平法事元年まで大法律量は効力を保っていた。7世紀後半以降、クダラの滅亡など緊迫する東アジアの国際情勢の中で、和国は中央集権化を進めることで政権を安定させ、 国家としての独立を保とうとした。そのため、大見霊、飛鳥清見原の霊を制定するなど、当時の政権は、党の統治制度を参照しながら、王道を民主想に基づく国家づくりを進めていった。その集大成が、大法律令の完成であった。これにより、日本の律令制が成立したとされている。大法律令による、統治、支配は、 当時の政権が支配していた領域にほぼ一律的に及ぶこととなった。大法律量の意義として第一に挙げられるのは中国の方式を基準とした制度への転換にある。前述のカに12回の制度は当初は特目を表す漢字で個々の下位を示していたが数値で上下関係を示す中国式に変わっている。また、地方行政単位の表も 中国で地方行政組織の名称として使われてきた軍備用事を変えている。建築士の派遣以来7世紀の間に100年ほどの歳月をかけて蓄積した中国文明への理解によって朝鮮半島経由の中国文明ではない同時代の中国に習うための準備が可能になって来ていたことを意味する。大法律令は日本の国情に合致した。 律令政治の実現を目指して編纂された。刑法にあたる六巻の律は、ほぼ、党ただしをそのまま導入しているが、現代の行政法及び民法などにあたる十一巻の令は、当令に習いつつも日本社会の実情に即して改変されている。この律令の制定によって、天皇を中心とし、二巻八省の官僚機構を骨格に据えた、 本格的な中央集権統治体制が成立した。役所で取り扱う文書には言語を使うこと、印鑑を押すこと、定められた形式に従って作成された文書以外は受理しないこと等々の文書と手続きの形式を重視した文書主義が導入された。また、地方管制については、国、軍、里などの単位が定められ、 中央政府から派遣される国司には多大な権限を与える一方、地方豪族がその職を占めていた軍事にも一定の権限が認められていた。大法律令の原文は現存しておらず、一部が一文として、俗日本記、霊衆下国記などの多文献に残存している。757年に施行された養老律令は、概ね、大法律令を継承しているとされており、 養老律令をもとにして、大法律令の復元が行われている。大法令と養老令の編み目の順序は異なっていたと考えられているが、大法令の編目順序は明らかでない。以下は復元の一例である。簡易令・下易令・高級簡易令・東宮課令・簡易令・人議令・総二令・古令・電量不益令・学令・千人令・軽司令・公司令・六令・軍防令義。 精霊、副霊、公式霊、異室霊、前霊、石子霊、宋古霊、馬山霊、県妙霊、宗宗霊、ほぼ霊、獄霊、造霊、霊名称の後ろの、括弧書きは、養老霊とは異なっていたと考えられている、変目名である。ありがとうございます。